ございます。やちょさん、かわいいスタンプありがとうございます。また学校ですよ皆さん。もう3連休の学校で、今日はね、夜世代交代で猫夜かありますので、皆さんぜひトミーさん、虫眼鏡ありがとうございます。ケイさん、白ペンライトありがとうございます。ふろしきさん、小判ありがとうございます。せいきさん、虫眼鏡ありがとうございます。うん、一回見せない、ありがとうございます。今日来てくれるんですか。今日はね、世代交代なので、とのちゃん、もんにさん、白ペンライトありがとうございます。ビーマルさん、手紙ありがとうございます。前が入ったわ。長いよ君たち、君たち。劇場の身長ボード何のみそに肩で書きました。だって買ったので、でも思ってたより結構さってびっくり、ほんまにこんぐらいかなとか思ってたら、もうレイポン抜かしそう。レイポンがあとこんぐらいの差やった。次の身長測定にはさ、あれもう抜かしてそう。何人抜かしてるやろ。次いつ発売されるか、次いつやるかによるけど、めっちゃ涙出た。みーちゃんの生徒って呼ばせてよ、ありがとうございます。もうね、休憩が予約できるようになったからね。次は1年後ぐらいかな。だとしたらどんぐらいなんやろ。誰ぐらい抜かしてるかな。レボの次誰やったっけ。レーニャぐらいか。レーニャもまあ、マジアプリの、マジアプリやったみんな SEC、 ああおめでとうございます。 SEC 推しの SEC 出すのめっちゃ大変じゃない。
がなせたかでびっくりした。リオピはあれだね、165ぐらいあるって言ってたね。キュキュで一番背高い。たくまささん、虫眼鏡ありがとうございます。みさちゃん抜いて、みさちゃんはね結構前に抜いてた。みさちゃんの生誕祭の時点ではもう抜いてたから。でも絶対何人かは親がな、あれ高いから。レンゲ154か、あと2センチだ。あれあと2センチで抜いちゃいますね、レンゲも。じゃあ次の身長測定までにはレンゲとレイパはもう抜かしてるかもしれん。なるさん虫眼鏡ありがとうございます。アミとアヤミの身長差とも変わってない、まだずっと同じぐらいに成長してってる。まあ同じ年齢ですしね。今から学校か、そう今から学校なんですよ。もう3連休あとの学校が一番、歩くのがもうやだ。学校行ってしまえばまあいいんですけど、今キュッキで制服に見せちゃう。アミタンものもある、もアミタンっていう方もねあれなんですよ。知ってます、140なんですよ。伊沢さんまだ 2センチとかしか変わらんけど、レモンレンゲもある。そう、どう身長のね、成長速度がどっちが速いかですよ。はさしさん、なるほど、スタンプありがとうございます。毎日はさし世界に起きるぞ。寝相関係ある。寝相マジでなんか自分で言うのもやけど、良すぎてさ悪い人に蹴られまくるんよな。いとことお泊まりした時とかほんまに寝られへん。めっちゃ蹴られる。あのいとこ二人いるんですけどね、いとこ二人とお寝相悪くて、あゆみがいつも蹴られるんで、あゆみ絶対端っこで寝させられます。ゼロのあたり、トイレのとこです。八木さんさんの横に書いてます。確かに伸びてるとは言えば伸びてる。そう、アミタ伸びてはいるんですよ。伸びてはいいねん、一応ね、アミと一緒に。ただまだ低い。何年後やろ、みそらちゃんと同じぐらいになるのは。差がさ全然さあれやね、変わらんねん、あやみとあみ全だけ。なんかこの前あみがさ、今のみんなの身長差とか、あのお披露目の時のみんなの身長差見てなんか比べてくれたらしいんだけど、あみとあみだけ一生変わってないって言ってた。イジさんの白ペンライトありがとうございます。学校って遠いの？いや近い。
そう、5分で着く。5分10分で着く。木曜何倍行くか、新庄ボード見てくれね。ぜひ、キヨキのね、みんな多分書いたと思う。じゃあ朝弱い、朝は弱い、めっちゃやばい。でも寝ら、あ、じゃあ起きられへん、ね、寝返るじゃない、なんかその場でなんかこう寝方、仰向けじゃない、あ、じゃあ仰向けになったり横になったりはあるけど、ゴロゴロはしてないね。足を切り、足のサイズを切る人は身長伸びてるけど、みんなちゃん足小さいよ。え、でもそれ、いや、お母さん、ママそんなでかくなかった気がするけどな、足のサイズ。だから平均が分からへんからな。といたろうさん、めしめぐでありがとうございます。いや、あやみと身長、学校であやみと同じぐらいの身長の子で、あやみの方が靴ちっちゃい、怖いけどね。その子の方が足のサイズでかい子いるけどね。スニーヤさん、バラありがとうございます。ちょっと待って、時計、何も見え、何もわからへん、今何分経ったのかすら。あれ、これ動いてる、あ、これは動いてるのか、ここにとこ。とといたわさん、虫眼鏡ありがとうございます。達人屋さん、バラありがとうございます。あ、これ呼んだとこだね。夏は寒いけど日は暑くないしね。もうこの季節困るね。この前さ、もうカフェインはなくなってほしいね。じゃあ花粉はなくならんといてほしいけど、花粉症がなくなってほしい。ほんまに花粉症って何？この前マジ寒すぎて秋どっか行ったかと思った。秋消えたのかな。でも秋取りすぎちゃったけど、また戻ってきたって感じ。秋ちょっとサボった、一瞬寒気になっちゃった。秋はさ、旬の食べ物が好きなやつばっかやからさ、なくらんといてほしいな。春がさ、あれなんよ、一番きついよ。春の花粉症がなくなってほしい。でも春はなくならんといてほしい。ほんまに秋サボってさ。まさのさん、虫眼鏡ありがとうございます。
じゃあ何の秋、え、何の秋、え、な、何の秋、娘のランキングに笹岡様の本物よ。多分笹岡って名前の人ママしかおらんと思う。あ、ま、笹岡ね、ママ、あの、あやみの SEC やったらママ。みんな食いご飯食べた。みんな、さちまいもご飯食べたいな。甘いやつ。食欲ある。ああ、そういうことか。よいしょ。いや、食欲かも。いや、秋関係ないな、これは。一年中、春、春夏秋冬ずっと食欲はある。さつまいも、さつまいも。さつまいもデザートで美味しいよね。おうみさん、かわいいスタンプありがとうございます。秋関係、マジで秋関係ないんですよ。だって春はいちごでしょ、夏は桃でしょ、秋はさつまいもでしょ、冬は柿、全部大好き。あ、じゃあ冬みかんだね。あれだ、秋か柿も。年中食欲、それはもうみんな。ほとんどの人がなんか食べたいよ。旬の食べ物は全部美味しいんだから。もう全部好き、フルーツ。フルーツは全部、特に好きなのは桃、梨、いちご。あ、ブルーベリーも好き。ブルーベリー、ブルーベリー、ブルーベリー。ラフランス、ラフランスも食べたことあるよ。ただなんか食、あ、美味しいねんけど、食感は梨が好きでした。なんかサクじゃないやん。味は好き。たまに食べたくなるラフランス、柔らかい。まさのさん、娘がね、ありがとうございます。柔らかい、そう、柔らかいから梨食べて、この週は梨食べて、次の週はラフランス食べてってしたい。いや、梨とラフランスだけじゃないよ。他のフルーツもいっぱい食べたい。ブルーベリーはみんな癒やしね。ね、言うね。なんでやろうね。あやみの目は。ね。フランスの人にこれフランスって言われてるとめっちゃ驚いてた。そうだ。なんかかわいい。夏はスイカだ。夏はスイカと桃です。食べ過ぎて嫌いな食べ物ある？ない。もう嫌いなものはずっと嫌いを突き通してた。ふふ、私坊さんバラありがとうございます。そうそう、仕事行ってきますね。こちらも頑張るね。ありがとうございます。頑張ってください。いってらっしゃい。スーさんバラありがとうございます。どういう方かいかと、なんか想像できるわ。なんか今日はこういくね。ありがとうございます。今日は14時、18時45分です。開演が今日もね、遅いですね。もう結構遅いよね。昼夜は6時開演なんだけど。
回公演の時はもう結構45分開演が普通になってる。店さん、娘がありがとうございます。身長測定を見たのが座りすぎてショック。そうな、でもずっと変わらん、それ差がずっと変わってない、うん、だからこそ差が縮まることがなかったから今まで。むっちょさん、娘がね、ありがとうございます。高政さん、バラありがとうございます。平日の18時45分ね、あのお仕事をする方でもさ、ギリギリさ行けるとかもありましたもんね。HKT の研究生の新公演の時お弁当を買うから、え、決まってるんや。もう私たちはお寿司とかうどんとかオムライスとか、この前ローストビーフ丼出ましたね、美味しかった。なんか照り焼き丼も出たこの前、だからセーター食べました。セーターじゃないから、そうセーターじゃないからね、遅いです。セーターの日は早いんですけど、18時30分まだいけるね。すごい前にもらっちゃったよ。仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってください。あ、おお、行けた。大社さんが何弁当食べるって聞いてるし、あ、ホットモットの中で、あれたちはなんか結構聞かれますね。あれたちこれかこっち、どっちがいいみたいな感じで、うどんとかね、寿司とか結構出ますね。今日なんだろうな。生まで1時間以上かかるから仕事終わりやと思います。あー、そんなこと多い、大阪住みで。あ、確かに遠いか、大阪。一番大阪の一番下と一番上から行ったらそんぐらいかかるか。しょうまさん、虫眼鏡ありがとうございました。たくさんサイバーさん、ベッカーありました、楽しみです。ああ、ありがとうございます。もうすぐ誕生日なのでね、13歳になるんですよ。やっとやっと TikTok の個人アカウントが作れる。いいな、早く雨も雨だみたいに作りたい。劇場のお弁当、給食会じゃないの、え、多分 お持ち帰りできるお弁当屋さんとか多分探してる。この前花丸うどんって言ってたよ、うどん。多分確かだからテイクアウトやと思う。12? そう、まだ12、まだ12だよ。ご飯ってからも食べ、あ、じゃあご飯終わってからじゃない、ご飯終わってからもご飯食べる。それは食べないですね、時間が。あ、ご飯終わって全部終わって帰ってる時に食べるはあります。お弁当とか出ないですね。は
の世界とか時間もないんです。お、ダンジョンもない。13位としばさん、ありがとうございます。12位トミーさん、ありがとうございます。11位ゴアミルさん、ありがとうございます。10位ピーマルさん、ありがとうございます。9位サトシさん、ありがとうございます。8位マコさん、ありがとうございます。7位エイジさん、ありがとうございます。6位フルシキさん、ありがとうございます。5位ケイさん、ありがとうございます。4位ナルさん、ありがとうございます。3位ショウマさん、ありがとうございます。2位マサノさん、ありがとうございます。そして1位は高松さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ではありがとうございました。皆さん、お仕事頑張ってください。では、ありがとうございました。また明日も7時半からするので、よろしくお願いします。では、ありがとうございました。はい、よろしく。今日はね、公演もあるので、また後でかな。夜公演前にもするので、はい、そちらも見てくれればと思います。では、ありがとうございました。バイバイ。